難民ばかりで。せっかく上物が手に入った。やれやれ、せっかく上物が手に入ったんだがな。どうしたんだ。いや何、上等なワインが手に入ってな、こいつを一緒に味わうのに常連客を呼びたいんだが、店を開けるわけにもいかず困ってたんだ。そんなに上等なワインなのか。ああそうとも、なんとゴールトンルージュの12年もの、ザンブレクさんの知る人ぞ知る名酒さ。このご時世じゃめったにお目にかかれないんだぜ。ゴールトンルージュとは。この銘柄を知ってるとはあんたもいける口だね。そうだ兄ちゃん、頼みがある。俺の代わりに常連たちに声をかけてきてくれないか。そのくらいなら手伝おう。おお、やってくれるかい。それじゃ早速頼むよ。声をかけたい常連客は荷運び人のオルジフと肉屋のミラン、関所にいる万平のボレクだ。どいつもこの市場で働く気のいいやつでな、仕事が終わったら一杯やろって言ってほしい。みんなに伝えたら教えてくれ。よろしくな。ああ、わかった。そこの君、傭兵だ。その体育、使い込まれた剣、腕の立つ傭兵と見込んで君に頼みがある。ぜひとも私の護衛を引き受けてもらいたい。あんたの護衛を。私はゼメキスについて研究しているものでね、ここらの遺跡を調査している。しかし近頃は野党や魔物が横行しているため、屈強な同行者を探していたのだ。護衛を引き受けてくれるなら相応の報酬を払おう。そこらの凡人には知り得ないゼメキスの逸話も聞かせよう。どうだ、悪い条件ではなかろう。いいだろう。よし、ならば早速ついてきなさい。どこへ行くんだ。まずはゼメキスの街道沿いを調査する。さあ早く、さあさあさあ。おい、護衛をしてほしいんじゃなかったのか。仕方ない、追いかけるか。うちの荷運びは安全確実。そのブローチ、あんたエルイーズの仲間だね。ちょっと手を貸してくれない。どうしたんだ。最近この辺りで積み荷の盗難が続いてるんだけど、犯人の目星もついてないありさまでさ、ヨゼフって傭兵に犯人探しを頼んだんだ。でも数日前に出て行ったっきり戻ってこなくてね。何か事件に巻き込まれていたなら大変だよ。あんたヨゼフを探してくれないかい。ああ、俺が探してこよう。行き先に心当たりは。ボクラドの周辺を調べると言ってたから外へ出たのは確かさ。そうだ、ヨゼフは白い髪をした傭兵だよ。誰かに見られてるかもしれないね。わかった、まずはボクラドの出入り口で話を聞いてみよう。札がなきゃ。ここらでまだクリスタルの配給があると自治領だ。何か探し物かい。人を探している。ここらで白い髪をした傭兵を見なかったか。白い髪の。ああ、確か外に歩いて行ったのを見たね。どこへ行ったんだ。いや、さすがにそこまでは。外にいる人らの方が知ってるかもしれないよ。聞いてみたらどうだい。
ようやく。オクラドに。行ってるそばから。怪我したくなけりゃ、有金を置いてとっとと撃てな。怪我はないか？ああ、私は平気だ。君のおかげで助かったよ。ところで見たまえ、この素晴らしい遺跡を。そう、バリスゼア全土で見られる空の文明時代のものだ。天より降ってきた船、またの名を飛空艇とも言われているが、実はその正体は未だ解明されておらんのだ。さらにこの辺りをよく観察してみたまえ。この遺跡、どこかおかしいと思わないか？ゼメキスの大穴に沿って遺跡が断ち切られたような跡があるだろう。これもまたゼメキスの謎でな、魅力の一つでもあるのだ。続きは次の目的地で話そう。さあ行くぞ、傭兵。本当に威勢のいい男。力は借りるぞ。何かご用ですか？人探しをしていてな。白い髪をした傭兵を見なかったか？さあ、どうだったかしら。いつも崖を登ってる変なおじさんなら見たよ。ほら、あそこ。なぜあんなところに？崖の上はゴブリン族がいて危ないってママもよく言ってるのにね。こら、知らない人におかしなことを言わないの。ごめんなさい。助かったよ、邪魔をしたな。まだ先があるようだな。行ってみよう。それで終わりだ。待ってくれ。彼らに悪気はないんだ。見逃してやってくれないか。白い髪の傭兵、お前がヨゼフか？どうして俺の？
お前を探してくるよう頼まれたんだ。今まで何をしていた？そうか、心配をかけたな。積み荷を盗難した犯人を見つけることはできたんだが。理由があるんだな、話してみろ。犯人探しの依頼を受けた後、俺は被害に遭った積み荷を調べてみた。盗まれていたのは食料だけで、金品は手つかず、野党の仕業でないことは明白だったよ。そこで最近目撃されていたゴブリン族を探ってみたら、案の定犯人だったというわけさ。だが俺がこいつらを追い詰めた時、自分たちの命よりも食料を守ろうとしたんだ。信じられるか、ゴブリンがだぞ。上をしのぐために積み荷を狙ったんだろう。そうと分かると昔の俺を見ているようで放っておけなくて。それで情が移ったか。確かに奴らもお前に懐いているようだ。それからこいつらに食料の集め方や獣や野草の調理のやり方を手ほどきしていた。生きる術を覚えれば積み荷を襲うこともなくなるはずだからな。すごいな、ゴブリン族と交流するなんて聞いたことがない。こいつらとの別れを済ませたらすぐに僕らへ戻るよ。先に戻って俺は無事だったと伝えておいてくれないか。二度と積み荷を盗まないように約束させるから、このことはうまくごまかしてほしい。分かった、そうしよう。ありがとう、感謝する。災難だったな。いやあ、ありがとう。君のおかげで命拾いしたよ。ところで見たまえ、この美しい絶景を。そう、ゼメキスの大幕府だ。神話によれば、遥か昔、神と人との争いによってこの大穴が開いたとされている。その時人は神の怒りに触れて多くの命が失われた。まさにゼメキスの悲劇というわけだ。神話を読み解くには途方もなく時間がかかる。私が生きているうちに解明できるといいのだがな。のんびりしてはおられん、次へ行くぞ。さあさあ、ついてきなさい。またか、こいつはさすがにまずいな。
怪我は？この通り平気だ。いやはや面目ない。今のは遺跡周辺に出没する動く異物だったな。奴らをあっさり倒すとは大したものだ。さてゼメキスの大穴ができた原因は人が神の怒りに触れたからと伝えただろう。ではなぜ神は怒ったか。それはこの遺跡を見れば明らかだ。見たまえ、この神秘的で不可解な構造を。我々では到底生み出せるものではない。おそらく神から技術を奪ったことで怒りを買ったのだ。あくまで私個人の見解だが。遺跡の調査もいいが、もう一人でうろつかないでくれ。そうだな、小話もここで最後にするとしよう。思う存分うんちくを披露できて満足した。調査が目的ではなかったのか？いやすまない、実は話を聞いてくれる相手を探していただけなんだ。どうも長話になってしまうせいか誰にも聞かれなくなってしまってね。傭兵に護衛を依頼すれば同行している間私の話に耳を傾けてくれるのではないかと。十分聞かせてもらったよ。そろそろ僕らの市場に戻るとしよう。では行こうか、護衛役殿。今度は目の届く範囲にいてもらうぞ。無事に戻ってこられたな。さあ報酬だ、受け取ってくれ。話を聞いてもらった分上乗せしておいたからな。荷運びなら俺に任せな。安くしとくぜ。ヨゼフの剣だが見つけてきたぞ。すぐに戻ってくるだろう。そう、見つかってよかった。盗難の犯人探しに手間取ってたようだ。なかなか手強い相手だったみたいだからな。さすがヨゼフだ、ちゃんと犯人を見つけてたんだね。これで積み荷の盗難もなくなりそうだ。あんたにも礼を渡しておくよ。手伝ってくれてありがとうね。早く自治領に向かいたい。荷造りを急げ。オルジフはここにいるか？彼を探している。それなら俺だ。なんだ、荷運びの依頼か？いや、酒場の主人からのことづてだ。ゴールトンルージュの12年ものを一緒に飲もうとさ。おお、ザンブレクさんのワインか。もしかするとさっき奴の店へ運んだ荷物に入っていたのかもしれん。
ザンブレクから荷物を運んでいるのか。ずいぶん遠くまで行くんだな。ああ、俺たち荷運び人は大陸中を渡り歩くのが仕事だからな。北はザンブレクから南はカンベルまでどこへだって運んでやるさ。それに国をまたいでの荷運びは儲けも大きい。だからこそ競争相手も多いんだが、とにかくまずは酒を楽しもう。伝えてくれてありがとうよ。関所前だ。肉屋のミランはあんたか。ああ、そうだよ。何かご入り用かい。酒場の主人が呼んでいる。いいワインが手に入ったから仕事が終わったら一緒に飲みたいそうだ。へえ、あいつも気が利くじゃねえか。俺もワインに合いそうな肉を持っていくとしよう。ここはワインも肉も揃うんだな。おうよ。なんたってこの市場はクリスタルロードに通じてる。おかげで各国のいろんな品が集まってくるのさ。さらにロザリアやザンブレクだけじゃない。ランデラの港からはウォールードの品も渡ってくるんだ。それで俺も飯が食えてる。ここで商売を始めた親父に感謝だよ。呼びに来てくれてありがとな。さてとっとと仕事を終わらせて酒場に行くか。こんな上等な薬味。俺たちも通してくれ。万平のボレクを知らないか。この関所にいると思うんだが。ああ、ボレクは俺だよ。傭兵が何の用だ。ちょうどいい。酒場の主人があんたを呼んでる。仕事の後に上物のワインを一緒に飲みたいと。おお、今日は酒に酔いたくてたまらなかったんだ。わざわざ伝えてくれてありがとうよ。ここの警備もなかなか大変そうだな。まあな。この関所には最近やたらと難民が押し寄せるだろう。あいつら身分を示すものなんて何もねえのに通せ通せとうるさくって。しかも立ちが悪いやつは門が開いた時を狙ってどさくさに紛れて通り抜けようとしやがる。ほんと難民たちには毎度苦労してるよ。さてさて今日はとことん飲み明かすぜ。鬱憤を晴らさなきゃ。これで全員に伝えたか。酒場に戻るとしよう。こんな上等な薬味。うまい酒はいらんかね。いらっしゃいいらっしゃい。お前みたいな小汚いベアラーは。難民ばかりでちょっと金にならないよ。ワインのことを常連たちに伝えてきたぞ。わざわざ悪かったな、兄ちゃん。常連客が集まるのも久しぶりだ。こんな上等な酒が飲めるのも全部あいつらのおかげさ。どういうことだ。僕らと市場でいろんな品が手に入るのはオルジフみたいな荷運び人が運んでくれるからだ。運んできた酒や肉をミランたちが店に出す。ボレクたちが関所を見張ってるからこそ安心して商売できてる。ここはみんながいるから成り立ってるんだよ。俺の酒場なんてそこにあやかってるだけだからな。たまにはいい酒を振る舞ってやらねえと。持ちつ持たれつか。どこも同じようだ。兄ちゃんにも覚えがあるかい。なかなか苦労してそうだもんな。さてそろそろ連中の仕事も終わる頃だが。おい聞いたぞ。
ゴールトンルージュの12年ものだって。そんな上物よく手に入ったな。もっと早くに聞いてれば何か持ってきたのに。うちで一番いい肉を持ってきたぜ。こいつでたっぷり飲み明かすぞ。おお、いいね。よし、酒だ酒。飲まなきゃやってらんねえよ。まったく相変わらずだな。さ、さったさった。ありがとうよ、兄ちゃん。先のことはわからねえが、お互い気張らず生きていこうぜ。ああ、そうだな。